最近耳が聞こえづらいと感じることはありませんか？もしかするとそれは鼓膜に穴が開いていることが原因かもしれません。鼓膜に穴が開く主な原因として、慢性中耳炎、耳かき中の事故などによる外傷、急激な気圧変化などが挙げられます。多くの場合、穴が開いた鼓膜は自然に治癒しますが、中には自然に閉鎖せず穴が開いたままになってしまう場合もあります。そんな穴が開いてしまった鼓膜を再生させる画期的な治療法が、医学研究所北野病院難聴鼓膜再生センター長金丸真一医師によって世界に先駆けて開発されました。それが鼓膜再生療法です。皆さんこんにちは、北野病院の金丸です。本日は鼓膜再生療法のお話を差し上げようと存じます。鼓膜再生療法はこれまでの治療法とは根本的に違います。これまでの治療では鼓膜の穴を修復するのに、耳の後ろを取って自分の組織を採取しそれを移植しておりました。したがって聴力があまり良くありません。一方、鼓膜再生療法は鼓膜の持つ自分で治そうとする力を最大限に引き出す治療法です。したがって出来上がった鼓膜は自分の鼓膜です。当然聴力も素晴らしいものになります。この鼓膜再生療法は鼓膜に穴が開いている患者さんだけではなく、慢性中耳炎などで難聴に苦しんでいられる患者さん、この方々の熱い要望によって生まれました。基本的な鼓膜再生療法の処置手順をご説明します。耳の中に麻酔薬が含まれた綿を入れ 2,30 分待機します。鼓膜の穴が開いた部分の縁に傷をつけて新鮮草化します。鼓膜再生を促す薬を染み込ませたゼラチンスポンジを穴の部分に詰めていきます。ゼラチンスポンジを医療用の糊で覆います。約3週間後、かさぶたを除去し鼓膜の再生を確認します。鼓膜の再生が不十分な場合は最大4回まで同じ手順を繰り返します。鼓膜再生療法を当院で受けるための手順をご説明します。まずは患者さんが普段おかかりの医療機関の耳鼻咽喉科を受診してください。北野病院での鼓膜再生療法を希望する旨をお伝えして紹介状をご用意ください。受診した医療機関に北野病院での初診予約を取ってほしいとお伝えください。予約日時が確定しましたら、当日は紹介状をご持参ください。初診では患者さんが鼓膜再生療法の適用かどうかを診察、検査して医師が判断します。初診からすぐに治療を開始するわけではありません。また鼓膜再生療法の適用ではないと判断して別の治療をご提案することもありますのでご了承ください。これまで非常に多くの患者さんを見てまいりましたが、何人か心に残った患者さんがいらっしゃいます。何十年も鼓膜に穴が開いていたために、好きなジャズの楽器の演奏が思うままに行えなかったそうです。鼓膜再生療法によって今は心から楽しんでいるようです。これからは日本のみならず全世界にこの治療法を広げてまいりたいと思います。皆様の中で難聴でお困りの方は気軽にご相談ください。